Hello, this is Hiroshihaya Shihama Maseri Japan. Japan as t homeland e h of gods. The first civilization of the world started from here, Japan. これは続く、えー、1159号の補足版です、えー。これが井戸寺で見つかった土器です。しかし、これは土器ではありません。頭と頭をくっつけますと、これは土器です。 アフラマズダーの姿になります。そのことを続くビデオの中で言い忘れましたので、このことを頭に入れながら皆さんのですよ。あの続くビデオをご覧ください。左がアフラマズダーです。で、どうしてこれがアフラマズダーかというとですね、このポコンと出てるのを見てください。これ初め何かわからなかったんですけども、他のアフラマズダーの像を見て気がつけました。 これは髪の毛なんでですすねポコンとこ出てますでしょこれがあのー、古代の神々といいますかアフランバザーの特徴でもあるわけですね。そして次にですね、この矢印のところにリボンが出てますね。で右の方はリボンがありません。あのー、で、ここにあのー、独特の服といいますかね。あのー ローブのようなあ服を着てますね。これもあのアフランマザーの服と一致します。ということをいや頭に入れて続くビデオをご覧になっていただきますと、日本はまさに神々の国、文明の発祥地であったということを皆さんに理解していただけると思います。では、お楽しみください。Thank you very much for watching and bye for n o w h e l l o This is Hiroshihaya Shihama Masei Japan. Jomon Civilization The Symbol of Kingship Jomon 文明王権の文章。これは日本に残っている王権を意味する文章です。今日のビデオの中ではそれを説明し証明いたします。 日本はまさしく神々の故郷です。この王権を表す文章がその証拠です。これは神のシンボルです。神権です。シュメールに残っている土偶がですね、こんな棒を持っていることに注意してください。 この棒は真剣を表します。我こそが神であるぞということを示すために神々はこの棒を持っていました。左にいるのがイナンナ、バビロニアのではイシュタールと呼ばれています。右にいるのがアフラマズダ。やはり神を表す、真剣を表す棒を持っています。 中央にいるのが神ですけども、後ろにいるズサがその棒を持っています。ここに棒がありますね。で、真ん中で渡しているものがあります。これが王権です。いわゆる、なんて言いますか、地上の支配権で表す意味をあの意味するわけですね。王権です。お前がこの土地を統治しろと,という意味を 持っています。で、このリングにはリボンがついています。丸い輪にリボンです。よくご覧ください。これが王権を表すシンボルです。やはりアフラマザーがどこかの国の王に王権を渡しています。 この王権と同じものが実は日本にあります。締め縄なんですね。締め縄の基本的なコンセプトはこの王権を表すシンボルマークから来ています。締め縄を順に見ていきます。丸い輪にリボンがついています。 丸い輪にリボンがついています。この形なんですね。そしてこの形は締め縄となって現在の日本にまで伝わっているわけですけども、このシンボルマークが実は日本の前方後円墳の基本形となりました。そして、 神々は天の、まあ、仲間といいますかね、神々に対して、この土地は神の土地であるぞ我々の土地であるぞということを宣言したわけであります。まさにこれは王権のシンボルなんですね。すなわち、 このシンボルマークが宇宙に向かってこの土地は神のもの,でものであるということを宣言したわけです。トラさんよりこんな情報もいただきました。この胸のところを見てください。ラックス。このラックスもそうではないかというふうにトラさんはおっしゃいます。さらにいろいろな情報が入ってますけども、関取が使う回しも それを意味するのではないかという情報も入っています。が何よりも重要なのは不動明王ですね。不動明王は真剣を表す冒と、それから向かって右側の手に王権を表す和を持っています。ということはこの不動明王はエンリルということになります。この地上で真剣を持ち、そして王権を渡す権利を持っていたのは 古代縄文文明においてはエンリルしかいません。この王権を表すリングは世界中で発見されています。アフラマズダーです。この丸い輪と下の羽の部分ですね。これが日本の前方後円墳の基本形になり、そしてそこからしめ縄が生まれました。 熟もそうではないかという説もいただきました。がしかし、シメナワがそうであることはもう疑いようがありませんね。なあち、シメナワは王権を表すシンボルマークであったわけです。そしてそのシンボルマークはアステカでも使われています。 頭をよくご覧ください。頭の後ろについていることにちょっと注意しておいてくださいね。バビロニアでも王たちは、あるいは神たちは頭の後ろに多分丸い輪とリボンをつけていました。丸い輪は見えませんが、丸い、下の丸は髪の毛です。これにもちょっと注意しておいてください。すぐ出てきます。このアフラマザーもそうですね。頭の後ろにリボンがついているの分かりますか そして、これは王権を渡していますね。王権を渡しているところですけども、そのマークが日本の前方後円符の形になりました。そして、それが締め縄の,のとして現在に残っているということですね。そして、繰り返しになりますが、 このシンボルマークはアステカ、そしてインカでも見つかっているんですよ。さらにエジプトでも見つかっているんですよ。スタンカーメン王の墓の近くでも見つかっています。日本の神々。この王権を表すシンボルマークは、実は日本の長野の井戸尻でも見つかっています。 頭の部分がありませんが、後頭部ですね。それに頭をくっつけていますけども、この頭は本当は反対向いてるんですけどもね。この後ろの後頭部を見てください。これが、バビロニアに残っている像のレリーフの王権を表すリングです。この丸いところに注意してください。丸いところです。 よく見ますと、これは和ではなくて、いわゆる螺旋形の和ですね。ですから、縄文のヴィーナスの側頭部、螺旋の輪がついてますね。まさしく、まさしくこれは王権を授かったという証拠になるわけです。イスタール、イナンナだという証拠にもなりますね。頭の上を見てください。螺旋をあしらった 丸い輪が乗っていますね。もうこれで皆さんはかりかと思います。では結論です。縄文文明。世界に先駆けて生まれたのが縄文文明です。そしてその縄文文明は関太平洋を支配した後、ペルシャへと伝わります。そしてそのペルシャからバビロニア、さらにはメソポタミアへと伝わっていくわけです。 すなわち、この王権を表すシンボルマークがその証拠ということになります。皆さん、このマークが、シンボルマークが日本にあるんですよ。ペルシア、バビロニアから日本へに伝わったのではないのですよ。その、なんて言いますか、前後関係を間違えないでくださいね。すなわち、縄文文明こそが世界を先駆けた第一の文明であるという証拠に になります続くビデオはちょっと古いビデオですけどもどうかご覧ください。Thank you very much.Bye!Hello, this is Makote and Hiroshihaya Shi Japan.All civilizations started from this Japan.It's evidence and proof. 世界のすべての文明はこの日本から始まった。その証拠と証明。 まず、神剣の象徴である神のシンボルをお見せいたします。これは延期から神剣の輪を譲る受けるイナンナです。で、このエンリルあ、もしくはエンリルですね、から神剣の輪を受け取っています。これがですね、バビロニアの壁画のあちこちに見られます。中央にはリボンのついた輪を に、を、あの、注目してください。えー、これも、まあ、アフラマザーだと思われますけども、神権の輪を渡しています。神の中の神です。まさに地球の創始者なんですね。神の中の神、アフラマザーが、やはり神権を渡しています左。左にいるのがミトラです。中央にいるのがアフラマザーですね。そして、世界の王たちに神権を渡しています。まさに最も世界で神聖なるシンボル。それが、この、 輪にリボンのついた輪ということになります。まさに地球へやってきた最初の知的生命体神であります。その神のシンボルがこの神剣のシンボルなんですね。それが日本の前方後円墳にも表されていますし、そして日本では昔から神聖ないわゆる、まあ、あの締め縄として使われています。 皆さんご存知の通りですね。で、マコテさんがですね、さらに、あの、情報を送ってくださいました。この、力士のですね、横綱のですね、回しを見てください。これが、神剣の輪に似ているというんですね。で、アステカの選手、それからアステカの神の絵も集めてくださいました。ここに出ている、まあ、なんて言いますか、シメナはそれからアステカの神々のシメナは。 同じコンセプトですね。で、検証してみますと、これがアフランマザーの、いわゆる象徴的シンボルである、真、ま、剣、あの輪です。そして、日本の神聖なる、うん、古墳ですね。そして、日本の同じく神聖なる締め縄です。で、これらは日本ではご存知のように、あなんて言いますか、そういった日に使われています。そういった場所で使われています。で、これら三者は同じではないかと。 マクドさんがおっしゃいますけど、同じと見てよろしいですね。で、ここで注意したいのはですね、まあ、アステカにもそれがあるということですね。あの、ここが重要なポイントなんです。いいですかバビロニアにあって、日本にあって、アステカにあるということなんです。で、一番左がバビロニアの真剣を表す、まあ、リボンのついた輪です。中央が日本です。そして右がアステカなんですね。 そしてこの三者を比べてみますと、同じものだということがわかるんですけども、それだけじゃないんですよ、えー。ここの、これ同じものがね、頭にもついてるんですね。で、輪らしきものに、やはりこの、なんて言いますか、リボンがついていますね。これはあの、バビロニアのコンセプトと同じなんです。後で紹介しますけども、日本にもこれがあるんですよ。あの、井戸尻に。長野県の井戸尻になります。この頭を見てください。この真剣の輪をね、どうも頭、頭の後ろにつけていたみたいですね。 で、後ろに輪をつけて、そして後ろに垂らすと。そしてこの、なんて言いますか、あの王,王であることをこうして示したわけであります。まさに神聖な、まあ、神々の象徴ということになります。で、簡単にあのおさらいしますと、これが神のシンボル、神剣の輪ですね、リボンのついた輪です、それがアフラマザーのシンボルにもなり、そして日本のあ古墳の形にもなっていて、そしてこれがイスラムの,あの今のはあのカーバの神殿の あの、敷地の形です。そしてそれが日本の締め縄にも使われていると。それだけではなくて、そして同じものがアステカ、インカでも見つかっているということなんです。そして大ちは皆、この真剣の象徴であるリボンの付いた輪を持っていたということなんですね。もうこれは偶然の位とは言えませんね。これも偶然の位置かどうかということは、まあ、皆さんの判断にお任せしますけども、そのお試合の中で、えー、考えるわけですね。で、結論は簡単なんですよ。 いいですか皆さん。ここが重要ですからよく注意してください。まず日本に神々がいたわけです。そうでないと通じても合わないでしょだって西の方のバビロニアにで同じものが見つかってるんです。わかりますかそして東の方のアステカでも同じものが見つかってるんです。日本の縄文時代は世界で一番古いんですよ、皆さん。 ね。古いんですからもうこれ明らかに神々は日本で生まれたと考えるのは自然ですね。そしてそれがバビロニア行き、そして一方でアステカへ渡ったということなんです。すなわち、これがその証拠だということになります。世界のもろもろのての人間の文明の文明はこの日本で生まれたということです。これが証拠と証明です。どうも。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello. This is Tora and uh, Hiroshi Hayashi, Japan. Divine rings of gods, holy rings of gods in the world. Today's story is about the uh, holy rings in, uh, in the world. We can see very similar holy rings all through the world. And this is a story about it. And this suggestion was given by Mr. Tola, I think Mr. or Mrs. I'm not sure but Mr. Tola. And in which he said the Buddhist uh, surgeon has got a very similar holderlings in his on his chest. This is called Rakusu for Buddhist uh, priest. And he uh, uh, Mr. Tola says that this uh, looks like very much alike with the holderlings of uh, the rings, divine right, divine rings of uh, uh, gods of, uh, of the world, and divine rings. This is the book he showed to me. She showed it to me, and here you can see uh, rakusu in Japanese. And this is a uh, juzu player's bees uh, usually used for sort of playing for gods or Buddha, Buddhist uh, Buddha Buddha statues. Sorry, and uh, this is rakusu. And holy, this is a holy rope uh, 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 decorated in the holy days in Japan, especially uh, on New Year's days in Japan. And this is very similar to the shape of the two months in Japan. So it is called uh, half round and half square anyway. Afurama ring. This is a as ring. Both uh, these uh, four are four rings are very similar to each other, and so also Mr. Trolleson pointed out that the fact that these uh, horrid bees are very similar or look like very much look-alike uh, to uh, with uh, sorry horrid rings. Of, uh, and this is the sort of a relief carved on the summary uh, on the walls. And uh, Enlil is now giving to his uh, holdings to other gods. Uh, this is Inanna or Ishtar, uh, sort of a goddess of goddess. And these uh, gods are. Uh, were given or have been given uh, holdings from Afula Mazda, Indil, or some, some someone who is uh, the most uh, sort of uh, authoritative in charge on the earth. And divine ri rings, these are divine rings. And also, this is a Mazda, symbol of Afula Mazda. And in the middle of this uh, picture, you can see Afula Mazda with holy rings like this. So, divine rings of God. Here I say that uh, these guys, uh, so Afuramazda on your right side and uh, another god is on your left side, and Afuramazda is now giving a whole ring to another god. And also, this is a different pi uh, picture or carving from the one former one, and also another different one. And also, he was given a holy drinks from Afuramazda. And also, Afuramazda is giving a whole ring to another god, and on the right on the left side you can see Mithra. And also also uh, is giving a whole ring to another god. So you, mean, you understand that this whole ring is a very holy or holiest of, of the sort of divine ring of gods. This is a really symbol of the gods. So what do you say? Uh, so uh, conclusion, my conclusion here is that this is a whole ring, divine ring of gods, you see. In the middle of this, uh, picture, you can see Afura Mother, and also this is the two men in Japan. So, from the air, from the air, you can see the holy symbol of, uh, the Afura Mother from the air, and the holy robes, and, uh, uh, this is Rakusu for Buddhist priest, and also this is a Juzu for praying for, sort of, Buddha or Buddhism. And also, uh, Toller's and Mr. Toller's, uh, suggested to me that, uh, holy beads for the sort of uh, Catholic, uh, sort of, uh, rosaries are sort of, uh, holy beads for Roman pastry Catholic Catholics, uh, uh, rosary have, uh, something to do with, the uh, horrorings of God. Uh, rosaries. I don't know about much about uh, Christianity, but I can't say, or or it is very more difficult for me to say no uh, than to say yes. So uh, rosary have something to do with the uh, sort of the holy rings of the Avrahamazda. This is the end of the story, and thank you very much for watching, and see you again next time. Very much, and Mr. Torasan, thank you very much. And